発見できません。了解。引き続き捜索を継続せよ。先生、落ち着いてもう一度状況をお話しいただけますか。心当たりは本当にないんです。勝手に出ていくような子たちじゃないはずなのに。聞いたか？大学教授や地元の兄弟も行方不明になってんだってよ。大学教授って60歳過ぎなんだろ。大人までいなくなるってやばいよな。集団失踪ってやつ。ここ50年前も似たような事件あったんだ。ここだけの話、神隠しって話だぜ。あのさ、変なのが回ってきたんだけどさ、これ山の中だよな。見てくれよこいつ。うわ、だいぶブレてる。慌てて撮ったんだろ。なんだと思う？おいおい、これ怪獣じゃない？こっちに映ってるのはピエロ？いや、でもあんまり人っぽくない。こいつら向かい合って構えて。まさかこれって神隠しの妖怪？やば、これネットにアップしたらバズんじゃね？いやいや、こんなの作り物にしか見えない。でもまあ、ここってなんだ。そうだ、アグモはタクマ。アグモ、よかった。タクマ、よかったけど安心しちゃいられないな。例の主は僕たちだけじゃ太刀打ちできない。うん、行こうタクマ。ここは歩きづらいな。タクマ、前。誰か。タクマか。おお、タクマ君とアグモン。ミユキと教授、ガブモも。その様子だと怪我はないようだね。よかった、よかったわね、テナモン。ねえ、ここはどこなの？ここは祠の最下層、主の住処。それに何より、この場所こそがタクマさんは一度来たでしょう前に。あの時の。あの時は私の半分が主に飲み込まれていたから。それで私の記憶が色濃く反映して主の感情そのものだから、主は私たちが集まらないようにバラバラにして。だから早くみんなを探しましょう。教授？あ、いや、しっけ、笑ったりして急に思い出したんだ。君は、私の姉は頼もしい人だったってね。50年前のことなんてずっと思い出せなかったのに。生意気よ、春。いつの間に私を君だなんて、他人行儀に呼ぶようになったの？前みたいに、お姉ちゃんって呼んでいいんだよ。もう他人に甘える年じゃないよ。そうやって遠慮しないの。50年前にもそう言われたな。おねえ春、これが終わったらいろいろ聞かせて。あなたの人生のことや、お父さん、お母さんたちのこと。あ、でもテレビが大きくなって壁にかかっているのは知って。いいとも、何でも話すよ。何時間でも何日でも。お願いね。それから、帰るなら、この子も一緒に連れて帰りたい。卵？ええ。だって、ね。バード。ああ、そうだな。家に帰って三人で一緒に暮らそう。そのためにも、今度は私が。うん。それじゃあ行こう。
一緒に帰るために。どこ？姉さん、下がって。おう、悪魔。待って。助けて。どこ？みゆきと。これはまさか。なんで、なんで、どうして。お姉ちゃん、どこ？助けられなくて。寂しいよ。分かってたんだ、姉さんが大変だって。だから私は。ハル、しっかりしろ。ガブモン、やれ。こいつらは跡形もなく。おう。何ぼーっとしてんだ。ごめん。待って、大丈夫。そのまま。みゆき、待って。辛いよ。もう平気よ。だって弟が助けに来てくれたから。私は。そうだ、私だって同じだ。私も姉さんに会えた。大人が誰も信じてくれなかったから、もうあの時の無力な自分じゃない。お姉ちゃんを助けられるの？そう。お、聞いて。もう一人の私。私が一人だった時なんて、私の手の。姉さん。え、卵にひびが。そうだ、約束したんだ。レナモン。みゆき、ありがとう。君の心が。うん、レナモン。二人とも下がっていろ。やろうぜ。みゆきは。迷わない。みゆきはもう一人じゃない。ハルやタクマだ。もう私があの子を守る必要はなくなった。そんなことないわ。私はずっとあなたなの一緒にいて、私たちは。ああ、そうだ。これからもずっ。ええ。
みゆき、これは。また。エナモン、わっ。満ちました。みゆき、え、私は一人。私を忘れていく。寂しい。大丈夫。みゆきにも日常は帰ってくる。さくやも確かに。これからきっと。さあ。行くわよ。僕が逃げたせいで、お姉ちゃんは。違う。僕が残ってれば、うん、無理だよ。ああ、そうなのか。あの時僕は逃げることしか。黙って聞いていれば、さっきから勝手なことばかり言いやがって。ガルルモン。ハル。お前はあの時確かに逃げた。でもな、みゆきの、俺たちの希望を背負って、そしてお前はちゃんと戻ってきた。何が何もできないだ。ガルルモン、あの時の私は確かに何もできない育児なしだった。元の世界でも今は違う。姉さんにもらった時間でまた今度こそ守ってみせる。暴れがいがありそうだぜ。俺の本領発揮だ。メタルガルルモン。さあ。
かせてくれ。新たな希望を。グレイモン、これで終わらせる。今のは心の影よ。この世界に取り込まれかかったものの主のやつ、まだ人間を取り込むことを吐き…ということは…ええ、おそらくは…僕らには、ミユキがいたから乗り切れ…ええ、急ぎましょう。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン。
全ては整った。負けないよ。戦うぞ。行くよ。
誰ガレルモン、俺に任せておけ。行くわよ。本郷開門だろ。行くよ。俺が受けて立つ。仕方ないね。もちろん。俺に任せておけ。さあ、行くわよ。俺の力も上乗せしよう。本郷開門だろ。またいつでも相手になろう。
モン終止符を打とう。
強くなる約束だ。覚悟してください。僕の番だね。行くぞ。オメガモン終止符を打とう。これで全員揃ったな。いよいよ主との戦いだ。けどその前に、いや、どうやら向こうの方からお出ましのようだぜ。現れた。我が世に踏みすれば、これが主なのか。いかにもこの世界の自我。はあ。おいおい、多分こいつに話は通じないぜ。話なんていいよ、やるべきこと。ああ、そうだな。そう、よくわかるよ。感じる。あいつから、あいつは子供たちの魂を貪り、この世界を保ってきた。魂を、じゃあ、ええ、あいつによって。せめて、せめて話はできないのか。タクマ、無理だ。こいつは俺たちを意識すらしてねえよ。強大な力で全てを抑えつける。くっ、タクマ君の優しさは尊いが、もはや対話の段階はとうに過ぎて、終わりにしよう。
そしてもうじき。そうだ。我は世界の断り。勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。立つ。来い。何より大切なものを守るために。アクヤモン、力は満ちました。よし、思いっきり戦うぞ。行くよ。メタルガレルモン。さず勝てどう戦うべきか。俺が受けて立つ。俺に任せておけ。
よ。勝てとなれ、全てを無に帰す。うわ、アグモン、まだいけるか。ありがとう、タクマ。僕は負けないよ。他のみんなも同じだよ。みんな。だから。アグモン。仲間がいるから頑張れる。行くぞ。お。どう戦うべきか。俺に任せておけ。何かが集まって、この感じ。私が動く。行くわよ。仕方ないね。混合界マンダラ。Thank you.
んて強さなの。確かに強い。想定外だ。ここへ来てさらに力を増すと。このままじゃ押し切られちゃう。だった。姉さん、何を。天に輝う。この歌はみゆきがいつも歌っていた。いにしえよりの。花は葉を思い。花は思い。主が苦しんでいる。空間が歪んで、奴の体に空間の歪みがや。黄昏をたゆたい。は？おいおい、誰だよ。心の抱き揺れと。ミノルくんのポケットから聞こえる。あ、俺。え？力に。私のもな。憎しみ。私のもだ。これ元の。どうなってんだ。今再び結ばれし時、夢夢。こんなに一体何が起こっているんだ。みんなどうしたの。姉さん、ダメだ。歌をやめ。みんな、今。たくまさん、私が歌っているうちに。わかった。おい、せっかくみゆきが歌で動きを封じ。みゆき、うぬなんぞ飲み込んでくれ。みゆき、
達から回ってきたんだけどさ、これに映ってんの？なんだこれ？これ元の世界でピエ…ねえねえ、これ見て、すっ…本物？信じられない。さすがに嘘だろ、こんな…どんかに…と…捏造だろ、これって。どこのサイトで…最近のネットは野暮になったもんだ。嘘を楽しむ…嘘じゃありません。私の友人が…関係あるか知らないけど、俺もに…こんなにたくさんの人が…もしこれは…主が動揺してる。来て。分かった。俺たちの番だ。任せ。私が動く。さあ、行くわよ。あの中に修士や龍馬。お、そうだね。奇遇だな。僕もだよ。おい、あれ見ろ。主のいたところに。これは。これこそ主の本体。しかし、それももう消えようとしている。本当に？けどもう消えちまうんだろ。どうするの？ミュウ、警戒しておけ。待って。本当だ、光の中から。消え物し。ただこの世を守りたもう願いが、このままでは世は壊れるばかり。それこそ世…この
俺たちのためか。それはきっと僕たちの世界は。アグモ、子供を生贄にしないといけない世界なんて、もうそんな世界なんていらない。そうね。あ、そんな世界は、僕たちは自分この世界を消すなんての。たくま、僕らのせいでたくさんの子供が死んだのに。悪者たちのせいじゃない。でも誰かを犠牲にしないで。わからない。だけど共存できる方法が。たくまさん、ミキ巨人。そう言われても私だって同じ気持ちだけど。いや、一つだけ方法があるかもしれん。我々人間がこの世界と獣神に何でなければ、今のこの状態はありえない。確かに。戦ってる最中のこと覚えてるか？あれって結局、あれなんだか SNS みたいだった。 SNS？ そう、それそれ、 SNS でバズったみたいな。僕が一度向こうに帰った時にピエモンと戦ったところを誰、それが拡散されていろんな人が反応。え、じゃあマジでバズってたの？どうやらこの場所は現実世界と異世界の狭間らしい。スマホに電波が届いたのもその影響だろう。そして何より重要なのはあの声や光だと私は考えている。あの SNS みたいなのが？これはあくまでも推測だが、この世界の維持に必要なのは、むしろ必要なのは、生贄の儀式をすることによる生贄の念。つまりは意識、人の意志、心だ。先ほどは多くの人間の意識がこの世界に一気に向けられることで影響を及ぼした。多くの人がこの世界を認識することで世界は維持される。そんなバカな。人間が思うだけで。君の意見ももっともだ。だがもともと世界というのは意識によって理想を求め体現するために社会を作り環境を構築する。そう、全ては人間の意識がなせるもの。だったらこの異世界を認知することこそ存在を維持するための第一歩。初めは私たち、そしてこの世界の存在により多くの人々の意識を向けることができ。無論この仮説を検証する必要があるわけだがね。人の意識、もしかしてあの声で主が弱ったのも。おそらく無関係ではないだろう。卵となった主からは劇場が薄れていた。人々の声によってこの世界を信じる意識に荒ぶる気を沈める。その通り。本来巫女とは神と人々をつなぐものだが、一人の歌より大勢の声を聞かせる方が訴えかける力は強そうに。おへえ、なんか、つまり、俺たちの世界の奴らがこの世界のことを信じれば丸く収まる。正直荒唐無稽すぎて飲み込めねえ。でもさ、信じる気持ちが世界を救うってなんか良くない？ええ、とっても素敵だと思う。難しい話でよくわかんないや。僕は教授を信じるよ。僕たちの意志が。だからアグモン。え？おいおい、そんなのありなの？マジかよ、いいのかそれ。そうすれば教授の発見が正しいかどうか、何より僕らはずっと一緒にいられるだろ。たくまと一緒。もちろんだよ、今までだってそうだったろ。そうよ、ラブラモンもみんなも一緒に行きましょう。葵、みんなで私たちの世界に行けばいいのよ。そうだぜ。それならもし教授の説が間違っててもお前らだけは。行こう、アグモン。でもタクマ、きっとそれはまだ早い。早い？
どうしても。そんな、私たちも今は一度、ラブラも、ガブモン、お前もそうなのか。まあな、ハルが俺のこと見捨てたんじゃないって分かったからな。それにお前が何とかしてくれるんだろう。ああ、もちろんだ、もちろんだとも。アグモン、僕らは。たくま、教授の話は難しくてよく分からなかったけど、たくまたち人間が僕らのことを忘れない限り、たくまが僕を忘れなければ。だから僕たちは待ってるよ、僕たちみんな。ああ、もちろん約束だ、絶対に救ってみせるな。そうだろ。ええ、そうよ。ああ、そうだよな、当たり前だ。そうだよね、もちろん。みゆき、頼む。1年か。今日ね、またたくまさんたちがここに来るんだよ。去年と同じ課外キャンプなんですって。カイトさんたちとも会うんだって。もちろん私たちも一緒にね。また携帯見てる。いや、やっぱり気になるじゃないか。つまり情報の拡散スピードにおいて人類意識への定着化がなされたのかどうかは。あの子たちの世界が大丈夫なのか気になるって素直に言えばいいのに。その携帯普通より古いやつなんでしょ。みんなみたいなスマホにすればいいのに。スマホだよ。あ、いいじゃない、どっちでも。とにかく機種変とか言うのにすればいいのに。わかったよ、姉さん。たくま君たちが向こうで撮影した動画や写真をネットに拡散したんだ。それにいつぞやのピエモンや異界への扉の目撃、異世界とモンスターのことはすっかりネットの都市伝説として定着したらしい。みたいね。そのおかげであの神社は人気になって、あの出来事からという間。まるで新たな信仰だな。現代人にとっての信仰とはネットのデジタルなデータによる情報のことだ。そこに存在する情報は人々の手によって更新され、新しく作り変えられている。人類の意識はその都度あの世界に向けられる。その爆発的なアクセスはおそらくあの世界にも変質をもたらしていくだろう。これからはデジタルデータがあの世界を支えるための新た、やがてあの世界が人々からデジタルワールドと呼ばれるようになるかもしれないな。デジタルワールドか、おかげで私は新しい研究テーマができたよ。人間の意識と信仰が次元空間を超越する可能性について。
そのメカニズムは未だに私でも解き明かせない。それはおそらく姉さんの歌がどうして二つの世界をつなぐのかにも興味深いよ。もっとも学会では相変わらず変人扱いだ。変人っていうところは合っているかも。それもそうか。私が思うに、土地神としての獣神だった異界のもののけたちは、やがてネットの世界を行き交うデジタルな存在へと変化していくだろう。デジタルなもの。ガブモンたちはデジタルワールドのモンスターということになるね。デジタルなモンスター、略してデジモンとでも呼ばれるかもね。うん、デジモンっていい響きだと思う。そういう難しい話、たくまさんたちにあんまりすると嫌われ。今日は1年ぶりの再会なんですもの。楽しいことだけ考えなきゃ。そうだね姉さん、気をつけないと。さあそろそろ行きましょう。ほら携帯をしまって、歩きながら見るのはダメだって聞いたわ。わかったよね。ねえ、きっとまたレナモンやガブモンにも会える。ああきっと会えるさ。異世界が変質しネットの世界に拡散したことで、彼ら再び何かのきっかけで扉が開く日もと。ハル見て、みんな来てるわ。あそこで手を振ってくれてる。ああみんな揃っているな。ハル、みんなのところまで走ろう。行こう。心の